秀光中学校は、宮城県仙台市宮城野区宮城の2丁目にある私立、中学校。運営法人は、学校法人仙台育英学園で、仙台育英学園高等学校とは、併設型の中高一貫校。全国私立寮生学校協議会加盟、参加校。国際バカロレアマイプ認定校。普通科のみの設置である。2003年4月に設置された、 秀光中等教育学校が前進。2021年度から仙台育英学園高等学校と併設型の中高一貫校に移行。2021年3月に秀光中等教育学校は廃校し、同年4月1日、秀光中学校が仙台育英学園秀光中学校の後継として開校。ひで中学校、仙台育英学園高等学校、 秀光コースの体制に組織改変した。2005年、秀光中等教育学校に軟式野球部が発足。全国中学校軟式野球大会では2014年に優勝、2015年と2018年に準優勝した。しかし、2021年度から仙台育英高校と併設型の中高一貫校となり、同校野球部への入部希望者が多いため、 野球部をクラブチーム化して、ひでみつ中学校の野球部は廃止されることになった。2022年度からは、学校法人仙台育英学園が運営する、NPO 法人、レオクラブジャパンの公式野球クラブチームとなり、ひでみつ中学校の生徒のみ入団できる体制に変更される。仙台育英高校への進学希望者は、内部選抜を通過する必要がある。ありがとうございます。